4ヶ月ぶりに4番取れました。やっとだよ、マジで。やられたね。いやー、そばは出ないね。勝ったと思ってた、はい、ぶっちゃけ。今月625席、やばすぎでしょ。いや、ありがたいです、本当に。総売りだと75万円です。掃除組抜けれたってこと。抜けれました。営業前の掃除組は抜けられます、うん、営業後はまだ掃除組、売上がちょうど30ぐらいです。同期の中ではもう最下位です。最下位、はい。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。めちゃくちゃ礼儀正しい人いる。まあ僕はもう結果とかは知ってるんですが、はい、ゆうさんの口から、7月度の結果を聞いていただければ。売上ナンバー2 2500万オーバーでした。本当に姫も優勝も最後までありがとうございます。おめでとうございます。まあゆうさん的にはおめでとうじゃないのかもしれないけど、 V3 ですよね。 V3 で終わったね。 V3 死守して椿に今月は惜しくも敗れちゃった。やられたね。すがすがしいです。逆にもうね、俺の姫もユシファミも、はい、多分本当に全力だったから最後まで、うん、俺が足りなかった。自分自身ので俺が足りない、ダメだ。そんなことはないと思う。いやー俺が足りない。もうね、いやー勝ったと思ったんだけどね。あれですか、勝ったと思ってた、はい、ぶっちゃけ、うん、ぶっちゃけ勝ったと思ってたんだけど、まあ大差つけられたね。いくらさんぐらいですか、椿さん。1100。結構ですね。今月ユースさん昇格祭やってて、うん、あれいくらのやつだったんですか。あれは700。700、すごいですね。いやー、うん、言葉が出ないね。まあまあそうだと思います。いやー久しぶりに負けたけど、うん、まあね、なんだろうね。まあ言葉は確かに難しいですよね。いやーマジでもう誰も悪くない、もう俺や、うん、なんかね今月は本当配信も本当に、はい、多分トータル30時間くらいしか配信してないんで。そうなんですか。逆にあなたそれですごくないですか。なんかまあ、まあ、あれ投げ銭使ってないんですか、うん、で指名日今日使ったんですか。今日も投げ銭使ってる。あ、そうなんですね、うん、一応ちょっと少しあと残り最後ちょこっと今日もあれだったんだけど、なんかもう本当にみんなのおかげで違うことに集中ができるというか、はい、仕事も店での俺の動きだったりとか、まあ、休めないし、うん、今来年の飲食店起業するのに向けてとか、はい、午前中から動いたりとかして、はいはい、ただただこの今ホストの有志としてちょっと集中できてないのが、はい、申し訳ない、うん、そんな俺にねこれだけ人生をさフルベットしてくれてるわけだから、みんなもう来月から俺死にます。死んでもいいくらい、死んでもいいくらいも頑張るわ。来月椿がバースデーだから。あ、そうですね、相当勢いはすごいと思うけど、今年のバースデー俺椿にさ負けてるんで、はい、2月のバースデーイベント打った3月も負けてるから、まあ見とけよチーミン。いやしかし椿もチーミンも本当姫も本当お疲れ様です。でも強く刺さったのは絶対ユースターだと思いますよ。まあそれはお互いだと思うけど、椿はそこまで強く刺さったのは3回も連続で任せた。いやしかしも今月3000万オーバーできなかったな。ちょっとでも2500万ですよね。まあでもレベルが求めてるとか高いからあれだけど、7000万売ってやるとか言って全然売れない。でも2人の姿、まあ今日の締め日、まあ毎月ですけどいい関係性だなって、ライバルの本当にお互い高め合ってて、ライバルでもあるけど仲間でもある感じ、うん、なんか別にお互いが落とし合うわけじゃなくて、うん、一緒に相乗効果で高め合ってる感じ。そうだね、本当にそうだと思う。本当にいい関係性になってると思うし、まあでもユースさんは自分であんまり会わないって言ってますけど、多分今月椿が勝って、でユースさんが4ヶ月ぶりかに当てたことによって、多分日ハムでもそうだし、夢で火ついてる人がいると思うし、うん、多分これ見てる日ハムの人たちは謝んないでって思っちゃってました。さ、俺も店来てとかさ、やっぱ言わないから、でもなんか自分から行動してくれて、そのなんか頼んで、まあ、やるのももちろんそうなんだけど、はい、姫がじゃあこうしよう、
ていう気持ちがなんか一番俺らにとって大事なのかなってすごい、うん、まあそれを俺らがね言ってそう思ってやってくれるのももちろんそうなんだけど、はい、なんかねちょっと分かんなくなってきた。俺のコストとして俺はあんまり今分かんないんだよね今それが今悩み。なんかそんだけ言っても分からない。そうなんかね俺最近悩んできたコストってなんだろうみたいな一瞬待って一瞬待って俺なんか歌舞伎町この全体ホストの世界のこの業界の中で、はい、歴史上絶対誰にも負けないけどホスト能力が一番高いと思ってるの、はい、でもなんか分かんなくなってもう違うなみたいな、うん、ちょっとね よく分かんなくなってきて、これやっぱ気持ちやな。今月は本当に椿の方がすごかった、まあ、ね、それは同じぐらいだと思いますけど、うん、なんか違う方面に力を入れてるのをすごく言い訳にしてたのかなって思う、はい、先月もそうだったんだけど、はいはいはい、全然配信もできなくて、うん、やっぱ全部完璧にこなさないとなと、うん、もう壊れてもいいかなと、あと5ヶ月なんで、さすがに椿にもうさ年間の差がもう5000万ついちゃったから、これまくるのはさ本当に相当大変だし、5000万の差って、うんうん、復活したばっかの年だからっていうのは言い訳できないから、俺は今年引退だから、はい、負けるわけにいかないから、ニュースは本当はあれですね、謝んでほしいなと思うのと同時に、なんていうかその自分をそんな責めないでほしいと思うし、あとは姫が逆にその言われ待ってる人がいるっていうのも、まあ、あんまないと思うんで、うん、逆にめっちゃ椿って暑苦しいぐらいに言うじゃないですか、うん、シャンパンくれシャンパンくれみたいなこれがやつ勝てねえんだみたいなね、そこは正反対で面白いですけど、来月はね負けないんで、来月7000万来月7000万残ってくれ、バースデーに勝って椿の、あーバースデー潰してないもうね、V4 取らせないから、おーもう V1 で終わり、もうまたね1回だけ1回だけ終わり、そっからもう今年負けません。今月は負けたけど、まああと8、9、10、11、12、あと5ヶ月俺は V5 と V5 ですね、来月から言ったら最強の勇姿を、はい、でも来月から期待していいことなんで、いや V5 じゃあバチバチ V5 取ったらちょっと俺の記録も超えたくなってくる、全然そしたら1年延期だ、延期になっちゃう最高、いやちょっと違うな、嬉しいもう本当に今月ありがとうございました、ありがとうございます、お疲れ様でした、はい、したら7月度2500万オーバーで売上ナンバー2だった有志主任でした、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、お疲れ様、お疲れです、しゅんさん、なんか若干見た目韓国系に寄せた、あ、寄せました、しゅんさん髪型でもいいかもね、あ、いいっすか、ありがとうございます、歯が欠けてるんですけど、ちなみに仮歯なんでまだ欠けちゃって、セラミックで今下の歯が欠け、はい、欠けました、仮歯って欠けやすいもんね、仮歯欠けやすいですね、もう 2、3 回欠けましたね、あ、ほんとだいぶ欠けたね、まあそんなことなんで、はい、エラン君7月どうでしたか、7月一応でも官房差基準クリアして、お官房差無事、はい、昇格しました、ナンバー入れなかったね、ナンバー入れなかったっすね、はい、まあ400ぐらいか昇級、うん、入れない分かってたんですけど、やっぱ悔しいですね、やっぱ入れない、まあ、みんな強いから、そうっすね、自分の売上的にはさ、はいはい、どうだ、先月とかで先月ちょっとずつ今上がってる感じなんで、まあ20、30万、うん、先月ぐらい上がって、うん、今月からはまあ副主任目指して、うん、副主任基準を切らないようにアベレージで打っていけるようになっていきたいと思います、うんうん、いいね、でもさ、みんなさ焦っちゃう人多いからさ、成長スピード、まあ、ソーダとかさめっちゃ速くて自分の後輩に活かされるって焦ると思うけど、そうですね、焦りますね、そこは、はい、まあ焦る気持ちも大事なんだけど、自分の売り上げが先月の自分より上がってるってことは、まあ、何回も言うけど方向性やっぱ違ってないってことは、そこで地道に着実にやってってもらったら、でもだからその調子でいいと思うから、はい、それでいってありがとうございます、しゅうさん緊張するっすね、このインタビューが一番いいね、やっぱ良かったね、はい、本当ですか、整形、はい、整形してあとはしっかり自分の目標に向かってオストに対してしっかり頑張っていくだけなんで、ライブ配信もね、はい、なんでサンライズなの、あれ朝日リスナーさんがつけてくれて、もともとで朝日のサンライズって今から発展していくみたいなと、僕の朝日の2つ掛け合わせて、そうですね、はい、それでサンライズにしました、あ、なるほどね、はい、本当はカネーズにしようとしてカネーズルピーカネーズにしようとしてそのならドレーズなかなかやるっすねみたいな話なんですけど、はい、こんな感じで、じゃあまた来月、来月自分の記録をね、はい、越せるように頑張ってください、ありがとうございます、じゃあ7月お疲れ様でした、ありがとうございます、朝日蘭くんでした、ありがとうございます、お疲れ、お疲れ様です、カピオくんお疲れ様です、はい、お疲れ様です7月どうでしたか、7月は本当はあのナンバー奪還と昇格基準
クリアっていうあの目標だったんですけど、はい、途中からちょっとナンバーきついなと思って、うん、あの声大丈夫、声は死んでますね、若干死んでるね、はい、昇格基準だけとりあえずクリアしようと思って、うん、それで、まあ、終わって、うん、まあ、来月に勝負しようかなって感じです、うん、ちょっと諦めた、今月は、今月はちょっと、まあ、諦めちゃいましたまあしょうがないな、はい、体調不良だって3週間そうだね、体調不良はしょうがないんだけど、ホストって崩しちゃうと売り上げ立たないからね、はい、出勤やっぱしないと結局あれだし、配信もねできないしで、まあ厳しいこと言うと体調管理もね、いやー本当に間違いないです、仕事のうちだからな、はい、特に俺らの仕事は自分がいないと売り上げが一円もないから、そこもね気をつけた方がより一流に近づくとは思うけど、はい、もう8月は2は直したい、まあ、あと1日しかないですけどそうだよね、はい、まあ誰よりも悔しいと思うのは自分だと思う、はい、8月体調をとりあえず直してもらって、はい、あとはまあいいスタート切って、そうですね、月末ぐらいにね焦るより月初だからね、スタートダッシュした方がさメンタル面もあってするし、配信はどう、なんかさ、はい、まあ、まず差し伸びしてさ、あの辺りからまた始めてるじゃん、あ、そうですね、順調っすと、順調ではあるかもです、よくはなってます、あんただいぶやっぱ昔投げてくれた人かはさ戻ってこない、あーは戻ってきてないです、あ、そうなんだ、それはしょうがない、ね、そうですね、まあ、じゃあ昇格祭できてサーバーとかできたら一番綺麗な形だと思うから、はい、それが今の目標ですか、あとはバンプ操作もう なってる、あ、もうな、今月でクリアしたんで、あ、そうか、来月じゃあ昇格祭したいなって、なるほどね、そこのタワーの金額をいくらにするか来月次第のことね、はい、そうですね来月でも上位陣倒しますよ、トップ10はとりあえずマストで入ってもらって、はい、5は入ります、うん、おお、入ってる、入ります、バックヤードの帝王から、はい、ちゃんとホストの帝王にちゃんとしないともうバックヤードには戻れないっすよさすがに、まあそんな感じなんで、司はじゃあ来月、はい、期待してるので、またいい報告、分かりました。お願いします。じゃあ4月お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。お疲れ様で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 す。ソータ期待のスーパールーキーと散々持ち上げられてあ、そうですね、プレッシャーすごかったと思うけど、しんどいっす。7月どうでしたか結果は。7月総理で625万でナンバーが8でした。すごく嬉しいです。ガチですごく嬉しいです。そういうふうに600何625です。 625? 1ヶ月目190、2ヶ月目360で、今月625です。やばすぎでしょ。ありがたいです本当に。1000万いくじゃないけど。いやいやいや怖すぎだね。いやそれは今月はどんなやつかと。どんなやつ使いましたね。でもどんなが230溜まってて、うん、手数料省いて212とか多分そんぐらい。どれもそんな溜まってたんだ。うん、集まってましたね。YouTube 始めたの最近ですよ。YouTube、どんぐらい、1ヶ月、インライブやってたイメージだけど。そうですね、インライブやってたんですけど、YouTube ライブ、あ、でも最近ですね、今月からはちゃんと、一日からやってたんですよ、うん。中旬ちょっと休んじゃったんですけど。すごいわ。はい。マジで。いや、めちゃめちゃしゅんさん聞いたんだよ。やり方とか、マジで分かった。いや、天才だ、マジで。すごいすごい。ありがとうございます。化け物ですね。ありがとうございます。もう何もないじゃん、じゃあ。超いい月じゃん。あ、まあそう、いやでもアランさんに勝てなかったのがちょっと、あー、それ言ったね。そうですね、微妙な差だよね。そうなんですよ、結構自分なんか狙ってて、うん、いやこんぐらい売るんだろうなと思ってこう、確かに姫と相談してたんですけど、もうなんか順当にイケメン猫魅力もあるやつが順当に売れていくっていういやいや、まあ、ちょっとあと確かにもんね、お前、まあしんどいですけどね。いやもう大変だと思うけど、すごいわ。3ヶ月目ではそのペースは100人に1人もいないぐらいだと思う。なそんな褒めてくれるんですか嬉しいな、ね、あんま褒められないですよ本当に。センスの塊だと思うよ。なんか売って当たり前でしょみたいな、あのメディアとか。いやちゃんとそれに応えられるのがすごいよね。あ、本当。メディアの力って言っても別にバランドショー出て売れるわけでもないからな。あ、関係ないと思う。そこを生かすも殺すも自分次第だから、そこをやっぱソータはちゃんと使っててすごいなと思う。まあ自分の時間削ってるのがもう見えて分かるな。あ、本当ですか。目標とかはクリアしてるんでしょ。目標、あ、まあでもそのアランに勝つなら1個とかやった。そうですね、まあでも最初総理で500万って言ってたんですけど、途中で800万に変えて、うん、でどうでも450貯めようと思ってそれでやってたんですけど、うん、まあ、それは全然いかなかったんで、うん、
なんか微妙な感じで終わっちゃったんですけど。幹部補佐行っちゃうじゃん。あ、幹部補佐はそうですね、来月で。そうだよね。で今年中に最速で行けば白州に行けるんで。早っ。そこ狙って。いやでも、セルティアさんの最速記録並びたかったんですけど。ああ、まあそこはね、すごいけどね。初月ちょっと足りない。すごいよ。いやじゃあ本当じゃあ来月、はい、ワンチャンね、まあどうなるか、落ちる可能性もあるけど。いや、まあそうなんですよね、まあ、怖いですね。下は見ず、はい、上だけ目指して、はい、過去の自分を超えていく感じで。そうですね。で、倍ペースだもんね。いやいや、倍ペース。このペースは来月1200万円。無理っすよ、無理っすよ。でも月初が怖いですね、やっぱり。ああ、まあまあ。締め日より、月初の方が来るお客様少ないから。ああ、まあそうだね。皆さん、あの、締め日より月初の方が相当たくついてるんで、ベチャ付きしてくれます。ありがとうございます。お願いします。ぜひ。じゃあ、ソータ、ほんと、プレッシャーも大きいと思うけど、はい、それに負けないで、はい、来月もまたいい結果使ってください。そうですね。頑張ります。ありがとうございます。ソータ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。オーディション2期生なんでね。はい。あの、まだ名前わかんない人がいると思うんで。はい。自己紹介軽く。2期生の牧島東吾です。牧島東吾君です。よろしくお願いします。今月結果をまず聞かせてもらってもいいですか。今月の結果は小計だと50万ちょい、はいはい、総売りだと75万円ですね。それはつまり掃除組抜けれたってこと。抜けれました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。先月ここでね、はい、あのキャッチの方法を伝授していただいて、あ、ありがとうございます。いや全然全然キャッチってどうやってやるの俺。普通に僕の場合だったらウインクして、はいお姉さんどうもみたいなでまずこう顔がチラッとあったらこうやってまずウインクするんですよ。ウインクして、でその時の反応でどういう声かけするかっていうのはあんまり僕決めてはないんですけど、はいはいはい、例えば見た目がすごい可愛かったら、うん、可愛いね、ああめっちゃタイプなんだけど、はい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 。ちなみにその、はい、そのキャッチで成功した、はい、とかシャンパンとか入れてくれたの。あ、それはまた別。別なんだ。別です。すごいですね。それどうやって出会ったの。あ、まあ普通にマッチングアプリで。はい、素晴らしい。ありがとうございます。今全部使う精神でね。そうですね。難しいけど、みんなその、SNS でさ、集客も大事なんだけど、うん、まだ知名度がさ、なかなかないことは知って、SNS やっても、非常に乗るまでが、時間かかるし、うん、だからまあ、マッチングアプリ、みんな絶対いずれはやめた方がいいと思うんだけど、結構その俺がこの動画で伝えたいのは、はい、まあ、綺麗事だけじゃないからさ、うんうん、そういう集客方法もさ、やっぱやんないとさ、新人のうちは這い上がれない現実もあるっていう。でそれ結果的に、まあ、数字につながってるわけだからね、はい、一つ俺は正解だと思う。あとはいい意味でさ楽天的じゃん。あ、そうです。めっちゃそうです ね。そんなに周りと比べてへこむとかさ、はい、なさそうだ。そうはね、一種結構仕事をこれ続ける上で大事だと思うから、ね、やもうと思えばいくらでもやめちゃうから大変なことの方が多いと思うし、最初だそうですよね。だからその精神で続けて、あとはまあ基本に忠実に新規をちゃんと増やして既存の人を切らさないようにするとか、あと普通にシンプルに、はいはい、ちゃんとホストの受け入れ見た目に寄せてってる努力が感じられるからいいなと思う。ああ、ありがとうございます。結構、まあ、いろんなその、はい、集客のさ、はい、方法も試行錯誤してる感じも伝わるし、めちゃめちゃ変わったもんだって思っちゃう。ああ。超いい感じになってくる。なんか最初、結構ゴリゴリのさ。ああ、そうですね。まあ、言い方あれかもしれないけど、クソソバみたいな。ああ、わかります。ごつい系のね、ガテン系か。そうですね。みたいな感じだったけど、ね、逆になんか中性的なね。あ、まあもっと売り上げとか立ってお金がこう手に入ったらもっといろいろ変えようかなと思ってるんで、うん、やっぱそういうやっぱ売れてない時は、はい、自分でこうニーズがあるところにさ寄せていく方が大事だから、うん、今のホストのやっぱ見た目のニーズって言ったら韓国系だったりそういう中性的ジャニーズ系とかの方が、はい、まあ、万人受けするから自分から例えばなんかおしゃれすぎる系とかありますね下北系とかさ、はいはいはい、音源みたいなそういうのはやってもいいけど売れてからだよね。ああ、そうです、ね、自分の好きなスタイルにするのは売れるまではやっぱり変にさ取れるものをさ取れないようにしない方がいいから、うん、万人受けに行った方がいいから絶対そのスタイルは今の感じになってるいいと思う。ありがとうございます。なんで東郷はその調子で続けていただければ、まあ、8月は新規のお客様を獲得できるように時間もやっぱり増えるんで、うん、1日2時間ってすごい大きいんで。そうだよね。掃除組だとね抜けたらだいぶね変わるよね。あとは結構やっぱお店のそういうことを考えなくていいのがやっぱ一番大きいかなって、うん、頭のキャパシティがあるじゃないですか、うん、それをトークとかに全振りできるから、うん、やっぱそういうところでちょっと次の8月はねトークスキルをもっと磨いて、うん、全体的にレベルアップしたいんでね、うん、いいね。やっぱその悩みのフェーズみたいなのがあるから、はい、悩みの方向性がまた変わってくると思うから正直見抜けてまた新しくできるのもあると思うから、なんか大丈夫今気になってることが
あ、今とりあえず自分の中ではまあ0-1は作れたのかなっていう感じはするんですけど、だからその後は1になったものを2に増やして3に増やしてっていう作業で、まあ、とりあえずやり方は一つは分かったんで、うん、それをもっと数こなしてって、うん、多分もっとでかい壁がボーンと多分当たると思うんですけど、まあ、その時はその時でまたちょっと考えようかなと思ってます。来月、まあ、担当先人とかさみんな目指したしか思うけど、とりあえず今目の前の一人一人に集中して、数字は後からついてくるもんだから。わかりました。うん、そこだけやってってもらえればいいかなと。頑張ります。来月期待してます。ありがとうございます。じゃあ総合くん、7月お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様。お疲れ様です。リンカ、はい。結果は、じゃあ、まず、教えてもらっていいですか、7月。まあ、今月の結果から言うと、はい、同期の中では、もう、最下位です。最下位。はい。売上はいくらかあったの？売上が、ちょうど30ぐらいですね。うん。でも、それでも、ザクラブは、まあ、レベルが高いので、下から5番以内か、うん、5番目までは、掃除組なんで、うん、今月も掃除したら、僕が同期の中で一番掃除が、長くなります。うん。なんか、あれだよね。ローランドショーとかでさ、編集の仕方的にさ、はい。そうだと、ああ、そうですね。なんか対比されるみたいな感じでさ、はい、最近結構、それでね、うっさいしたけど、でもなんか別に全然現実そんな感じでもなく、結構差をつけられて、そうそう。まあでも、比べなくていいって思うけど、比べない気持ちにするの無理だと思うから、はい。同期だしね。自分的になんでさ、承継30って。承継30。承継30って言ったら3ヶ月ですよ。まあ全然悪くはないと思うんだけど、まあでも周りが自分でも言ったように、まあさっき東郷もね、掃除組抜けたりとかして、そういう状況の中で、何が今足りてないとか思う？まあ、うん、常に自分的には、まあ毎日、熱量こう 100% でやってるつもりなんですけど、うん、それが結局、まあ見てるファンの方だったり、うん、まあ姫様に、結局伝わってないっていうのが多分一番だと思うから、うん、それであんまりこう言い方あれですけど、うん、こう応援してもらえてるんですけど、うん、応援してくれる側としてもどう応援していいのかわかんないとか、うん、どのぐらい応援すればいいのか多分わかんないから、うん、多分売り上げが上がんないと思うんですよ。うん、そこは自分でも思ってて、うん、あとはまあ見せ方とかがまあ良くないのかなとは思います。うん、まあ配信とかインスタライブとかは、うん、毎日やって、うん、で YouTube ライブも最近から始めて、うん、応援はしてもらえるけど結局売り上げにはまあ今のところは繋がってないんで、うん、自分でもなんでだろうっていうのは毎日思ってて、うん、売り上げに繋がらないからすごいまあ歯がゆいですね。うんうん、お店のさ、初回とか微妙？初回はそもそもまずつけない。あ、そっか。売上順だっけ？写真集以外はつけないです。ああ。で、そこのチャンスはあんまり、あれか。はい。そもそもないって感じで。はい。承継30上がった内訳は一人の人とか？三人か。三人です。その三人はどうやって指名になったの？二人初回から、写真師からの、うん、初回指名。え、それ写真指名で、はい、その日のうちに飲み直しみたいな。いや、飲み直しは一回もないです。写真指名で、一回帰って別日にまた指名できない。そうですよね。そんな感じです。で、その最後の一人の子が、先月からずっと帰ってくるっつって、うん、まあ、ほとんどその子のおかげというか。うん、なるほどね。で、30ぐらいとか。どうしようかな。なんかね、絶対売れんだよな。売れるかも。あとはでも、ホスト力のその、まあ、未経験。そのさ、まあ、いわゆる、まあ、自分でも言ってる見せ方とか、はい、思いを伝える能力、はい、ボキャブラリーだったり、まあ、いろんな要素でできてるんだけど、あとはちょっと駆け引きしたりとか、はい、あとはまあその大前提として分母を増やして集客する能力の面でいって、今多分 SNS 頑張って分母増やしてもなんかそんなにお金をここまでまだ使ってもらう、はい、突き出し方も薄いと思うし、はい、あとはそんなに指名されても継続が難しそうだなところはあると思うんだけど、はい、それも経験だから何、はい、とも言えないんだけど、見た目はもう文句ないんだよな、一対一で。いやいやいや、あとは多分そのコスト力の部分だったり、はい、でもローランドショーでああいう感じのピックアップされてるから、まあ、他の何もない新人よりかはちょっとだけだね、リンチは、まあ、真面目なんだろうなとは思うけど、あ、でもまあみんなに共通してるけど、真面目な人とか、はい、いい人が売れるわけではないから、はい、ちょっと腹黒い方が売れるっていうのはもう、はい、典型でね、はい、あるし、キラキラの王子様がまだ下積みのボロボロの時みたいな、みんな今しか見れないと思うので、逆にね、今指名したらいっぱいつけるもんね。ああ、そうですよ、もう、ベタ好きなんで。新人の時やったら逆にね。
まあ、ちょくちょくさ、もう辞めていく子たちもいるけど、はい、腐らないでほしいなって。そこは大丈夫。3ヶ月でしょ、今。メンタル的には大丈夫。正直言うと、うん、毎日悔しいんですけど、お客さん、まあ、呼べなかった日は、うん、まあ、ずっとヘルプじゃないですか。うん、で正直もう、売れてる人の宅とか、うん、あと、同期のシャンパー入ってる宅とか、うん、正直、まあ、本当に正直言うと、うん、死ぬほどつきたくなくて、うん、でも、まあ、そこでは、まあ、笑顔振る舞って、うん、そういう日が、続く中で、ぶっちゃけ帰り、一人で帰ってる時も、うん、泣く日とかもあってあるして、うん、で、昨日たまたま正代さんに見透かされたじゃないけど、うん、たまたまお前なんかあるだろうみたいに言われて、うん、で、ちょっとこっち来いって言われて、うん、で、それで話した時に、まあ、まあ、ボロボロに泣いてしまって、昨日。うんうん、やめちゃったっていうか逃げたら、多分もう、一生成功もないと思うし、うん、こんなチャンス、っていうかもう入る自体難しいお店なのに、うん、入れたことがまあ一つのチャンスだから、うん、チャンスはもう逃さないし、うん、売れるまではというか、まあ売れた後も、うん、まあずっと居続けますけど、うん、売れるまでは絶対やめないですよ。そこは思ってます、ずっと。うん、昨日はその溜まってたやつが、はい。まあ意思崩壊したみたいな感じで泣いたんで。そうですね、正代さんが、すごい聞いてくるから、いや、なんもないですよ、なんもないですよって言っても、絶対なんかあるだろうって言って、で、話した瞬間、バーって。正代もさ、あいつ一回さ、結構病んで、はい、実家戻ってたりとかさ、ああ、聞きました。こうなんか何回かあって、その時に自分と重なったのかもしれない。あいつまでこそさ、まあ、1000万売ったりとか、したけどさ、はい、結構まあ悪い時の方が多かったから、自分と重ねたんだと思うよ。ああ。でも本当自分であんま言わなそうだよね、そういうこと。表に出さない。まあ、なんか表に出したくないというか出せないですね。あんまり、うんうん、隠しちゃうっていうか。それはもともとそういう性格というかプライドみたいな。そうですね。なんか変に、うん、プライドが強いのかもしれないです。うん、だからその例えばうちで言ったらさ、椿とかってさ、まあ、炎で言ったらあの燃え盛る赤い炎で、はい、それから全部感情をさ、すぐなるし、喜びも全面に出すタイプだけど、はい、まあ、リンは逆にどちらかといったら、青い炎タイプというか、はい、静かにこう、闘志は燃えてるけど、あんまりそれを表に出すタイプかなって感じて、はい、で負けず嫌いだと思うし、はい、死ぬほど負けず嫌いですよ。それを言わないだけで、はい、まあ、だからさっき今話してくれたけど、こういう、このシャンパンとか飲んでる時に、悔しいと思いながら飲んでる。はい、大事だと思うよね。まあ、ヘルプってある種、ピエロっていうかさ、バカをやるのが仕事みたいなところあるけど、はい、これまでね、ピエロになんなしていたら、投資みたいなのがある。今の気持ちって絶対やっぱ忘れてないなと思う。はい。昨日もでも結構、まあ、泣いて正代さんともすごい話して、うん、で、帰った後も LINE でも話してて。うんうん、それで。嫌さん。本当にいい先輩なんで、うん、まあ、すっきりはしましたね。まあ話すで大事だからね。はい。LINE とかは全然してきてくれていいからさ。しゅんさんめちゃくちゃ忙しいじゃないですか。そんなのないよ。今もう、だからナンバー上がってさ、普通にもうゆっくり生きてるから。クリアの時のは全然忙しかったから。まあ逆に、そういうリンとか、これからの次世代の子たちもさ、プレイさせてあげないとなって。ああ、ありがとうございます。頑張って。はい。ありがとうございます。光栄すぎる。じゃあ、来月、またよろしく。はい。お疲れ様でした、リンコ。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でーす。す。赤いね。相変わらず赤いっすね。いつも赤いね。いつも赤いし、これしか持ってないんで。自分の、あ、そうなんだ。はい。まあ、新人ってそうだよな。洋服のあれもね、はい、高いもんね。でもなんか自分のあれなんですよ。そうですね、赤しなんで。テーマカラーというか。そうですね、テーマカラーとして。襟足も染めたんですよ。思った思った。赤にしました。いいね、いい感じや。あ、甘いですか。あ、嬉しい、それは。でもとりあえず、今月の結果を教えてもらっていいですか。そうですね、7月の目標で、まあ、掃除組で行けたかったんで、うん、賞金30目指したんですけど、うん、まあなんとか賞金30達成することできて、うん、賞金30で抜けられなくない？完全に抜けることはできなくて、うん、30からは営業前の掃除組は抜けられるんですけど、うん、あ、そういうルールなんだ。営業後はまだ掃除組、それ完全抜けるのは50かららしいです。そうなんだ。50が完全抜けで、30だと片方だけ目に。片方だけです。中途半端やな思って。でもまあ営業前結構楽にならない。まあそうですね。ね、出勤時間変わるので。2時間ぐらい変わる？1時間です。1時間。ああ、はい、だいぶ大きいね。その間ね、集客とかに時間使えるもん、ね。そうですね。その1時間結構大事だなと思って。確かに。まあひとまずとりあえずじゃあ、おめでとうございます。ありがとうございます。これはどういう経路でさ、はい、来たお客さんが。
その方は、まあ、1人だけなんですけど、うん、マッチングアプリで出会った人で、ああその人があれか、先月もさ同じ人、そうですね、6月から来てくれて、ああそうなんだ、方で、まさかシャンパンとか下ろしてもらえと思ってなかったので、うん、よかったね、いい人に巡り合えて、まあ、そうですね、ホントファストって1人のさ、はい、あの女性で人生変わったりするから、はい、とりあえず先月来てくれてて、それを継続でさ、はい、ちゃんと締め切らさずてくれてるってことは、まあ、それだけまだその一切さ応援する価値があると思ってるからてくれてるわけだし、まあ、LINE とかどんな感じしか分かんないけど、はい、まあ、間違ってないから大切にしていきたいです、うん、いいと思う、はい、とりあえずじゃあ個人的には今月は目標達成できたし、はい、丸ってことですね、とりあえず今月は、来月は完全に抜ける50ですね、そうね、来月はあとはまあ、はい、他にやっぱ締めほしいね、そうですね、一人だけなので今その人だけに頼り切っちゃうとやっぱいずれねきつくなっちゃってくるから、はい、SNS はあれからなんか変化あった、先月そうですね、 TikTok とかのこと TikTok ライブ人数1名とかやってた最悪何やこれと思って、親戚の人と立ち話してるのもんで一人ですよね、逆にその一人な僕のこと何がいいと思って見てくれるんだからずっと疑問に思って長期になるね、そうなんですよ、めっちゃお金持ちかもしれないインスタライブと TikTok ライブって全然違って、うん、インスタライブは僕のことを知った上でフォローしてくれてるんですよ、ね、TikTok ライブだと何も知らない状態だから、うんうん、また僕のことを一から説明しないといけないのかとか、いろいろ考えちゃって何も喋れなくなっちゃうんですよ、うん、だから、まあ、でも TikTok は最近方針変えて、ただ踊るだけじゃなくて、うん、最近仮面つけて、仮面仮面つけて踊ってますまあでもそれ仮面つけて踊った結果、アベマ TV さんにあの取材受けて、えすごくない、どうしたっけ、東横で、うん、東横で仮面踊りながら必死に踊ってたら声かけられて、他のメディアに映ること NG だったらしいんですけど、あそうなんだ、ロールの社長が許してくれて、うん、それには乗るそうです、なるほどね、たまたま引き寄せた、たまたまですね、踊っててよかった、まあ、何がきっかけでさ指名につながるかわからないからね、はい、とりあえず今この仕事やってる間のね、はい、あの露出は多い方がいいかなね、何かにそれも繋がればいいじゃん。とりあえず今はなんかある困ってることが、メンタル面とかさ、はい、体調面とかなんか声大丈夫か、あの声じゃないですか。ずっと喉が痛くて、うん、風邪ひいてから喉が治ってないんですけど、うん、毎回その酒明けとシャンコのしすぎで、うん、喉が永遠に治んなくて、今日もあれですよ、祭りの神のペイントナンバーコールさせてもらったんですけど、うん、ちょっとミスっちゃったりもして、うん、一応掃除組抜けたってなっても、ちゃんこはちゃんとしないといけないけど、参考うまいよね、いやいや全然上手くないし、めっちゃ頑張ってるなと思う、メンタルは大丈夫、メンタルは、まあ、今のところはいい方です、定期的に病んだりするのであ、なんかあったら見やすい先輩あったら、はい、みんな聞いてくれると思うし、その方が俺らもさやっぱやめてほしくないから、みんなで一緒で上がっていけたらいいから、まあ、せっかく、まあ、理想と現実と違うかもしれないけどね、入れたわけだし、はい、桜と、はい、頑張ってほしいわ、とりあえず、あの、今月は、はい、とまず、ね、こういうことで、来月ね、勢いつけてくれることを期待してるんで。これで来月ゼロだったら笑ってください。まあ、それはそれで、あの、また物語が、とりあえず7月、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。一佐くんでした。はい、一佐でした。お疲れ様。お疲れ様です。はじめましての方は多いと思うんで、軽く自己紹介、はい。自己紹介。はじめまして、ザ・クラブのリンって言います。リンくん。お願いします。あの、うちリンが二人いて。二人いて、あの、名字がない方のリンで。と、坂リンっていうオーディション2期生の方と、口のリンは、もともとシックにいたんだよね。そうですね、シックにいました。シックにいたんだけど、クラブがあまりにも掃除組抜ける人が少ないということで、飛ばされてきました。みんな売れて掃除組抜けちゃうから、掃除する人がいないってことで。転送されました。はい。あの、人員補充って感じで、シックからね、はい、クラブに来てくれて。で、もともと、どっからやってたんだっけ？そうですね。もともと名古屋でホストしてて2年くらい。うん。で、それで歌舞伎町に行きたいってなって、うん、シックに入ったっていう流れですね。うん、2年前さんだ。2年やってました。結構じゃあ長いね。てかそのシックなんかね、なんかみんなクラブ希望する人多いけど。そうっすね。シックに入りました。そこはシック。最初は。自分で応募して。知り合いがいて、その友達がいたってのもあるんですか。あ、そうなの、はい。え、誰？シンっていう子。あー、イケメンだ。シンね。高校の友達です。あ、そうなんだ。名古屋でも同じ、一緒で。なんかちょっと系統似てるよね、あと。そう。シンとたまに割ります。髪型似てない。同じ、全く一緒で。金髪にしたらシンじゃん。そう、ずっと金髪だったんですよ、しかも。
ずっと元気に出るって。ええー、や、はい。そうなんだね。今月はどうでしたか ?7 月。いやもうダメダメでしたね。ダメダメ。はい。売り上げとかは総理3万円でした。3万円。いつからさ、来たっけクラブ。先月ですね、はい。ちょうど今1ヶ月経ったくらい。なるほどね。え、シックではどんぐらいやったの？シックで半年ちょいくらいやってました。結構いたんだね。はい。シックではどんぐらいあったの売り上げ。売り上げは、まあ、最初はまあ、まあ、元の指名の子がいたんで、名古屋に出した時の、順調に行けたんですけど、だんだん、の元の指名の子が切れて、うん、で、今月の3月の売り上げで掃除に落ちちゃったんで、4月から掃除してます。最高どんぐらいだったの売り上げ？シックだと、300後半くらいでした、ね。結構、売ってたのよ。まあ、まあ、落ちちゃいました。お客さん切れちゃった。はい、切れました。まあ、歌舞伎町で掴めないときついよね。そうですね。新しいその顧客が掴めなくて、うん、で、既存の子に負担いっちゃって、うん、切れて、っていう。典型的な、はい。典型的な打ち方しました。あれです、ね。はい。クラブどう入ってみて1ヶ月？めちゃめちゃでも来てよかったなとめっちゃ思います。本当に？はい。熱量とかもすごいみんな高いから、うん、それに当てられて自分も熱量高く。うん、まあそうだね。はい。持てるようになりました。みんな、はい、その、まあわかると思うけど、アベレージがクソ高いから。そうですね。本当に。シックで売り上げ落ちちゃった時にも結構メンタル来ちゃって、結構腐ったような感じになっちゃったと思うんですけど、うん、そこね、クラブに来させてもらって、まあいいきっかけじゃないですけど。そうだね。そんな感じで切り替えて頑張ろうっていうメンタルになった。今いくつ？22です。22、はい。じゃあこれからやな。ってことは本当20歳くらいから始めたのか。そうです、20歳、ちょうど20歳になる1ヶ月前とかから。なんかでも地味に売れてそうだけどね。掃除とかはあんましたことない感じでは行けてたんですけど。やっぱりそうなんだ。顔がだっていけそうな顔。いやいや、可愛い系の似てる人なんか言われる？似てる人はストーンズの京本大我っていう。あ、似てるわ。人、あとはあの何話の道枝くん。あ、その2人が一番言われます。京本大我くん似てるかも。一番言われますもん、はい、寄せてる？寄せてない。まだずっと高校生からこれなんですよ。俺ファンまで寄せてはないのね。そうです、はい。身長は174です。ああ、まあ普通だね。身長もでも全く一緒なんですよ、京本大我と。そう、たまたまなんか言われるから調べたら、寄せない、身長寄せないですよ。そう、言われるから調べたら、お、一緒だってなって、はい、もう厳重な京本大我でよくない。いや、そう、でも名字ないから寂しいんで。京本凛。そう、それはちょっとありかなと思ったんですけど、これから SNS もちょっと頑張りたいなと思って、検索とかも名字あった方が引っかかるかなと、うん、まあまあ、はい、名前を覚えてもらう。そうですよね、服にはいいよね。覚えてもらいやすいかなって、私のネタにもなるしね、はい、思って。リンがさ、もう一人いんじゃん、はい、そこ別に OK だったんだ、名前。そうですね、なんか特に帰ろうとか言われませんでした。だいぶ紛らわしい。紛らわしいですよね。ですよね。リンってもらったら2人来るでしょ。そうですね、行きますね2人。あ、でも僕の方がだからリンって呼ばれて、リン君はあの登坂って呼ばれてる。あ、なるほど、はい、そんな感じで分けられてますね。源氏あの名字分けか。そう、名字分けで、はい、その感じで行ってます。まあ、まだ1ヶ月だったら、はい、まあ、雰囲気とか店の感じとか。そうですね、だと思うから徐々に徐々に、うん、まあ、そんな焦んなくていいし、はい、まあ、元々そんな2年とか経験あるんだったら、まあ、基本的なところ、まあ、俺まだそんな絡んでないからさ、まだわからないけど、そうそう、まあ、できてるんじゃないかなと予想はするから。あとはもうザクラブにせっかく来たなら、はい、僕のクラブの王道の売れる流れみたいなのが、そうですね、真似していきたいなと思ってます。あるから、はい、そういう SNS のうまい、こう、まあ、ローランドっていう名前をうまいこと使ったり、まあ、使い物全部使って上げていく波に乗れるといいよね。そうですね、真似していきたいなと思ってます、うん、あとはもうライブ配信とかもこれからさ、はい、やっていったりして、自分のファンとかつけて、はい、このクラブの波に乗るといいね。まあ、もし分かんないことあったら聞いてほしいし、一緒に頑張っていこう。はい、ありがとうございます。まあ、どうせすぐ売れるよ。もう売れてる人の YouTube 投稿とか配信とかも全部真似していっぱいやっていきたいなって思ってます、自分の時間のできる範囲で、うん、そうだね、はい、まあ、焦らず着実にいきましょう、絶対これからなんで、はい、じゃあ、皆さん最近来てくれたリン君なんで、はい、顔と名前覚えておいてよろしくお願いします、はい、覚えてください。じゃあ7月お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、はい、自宅に戻ってまいりました。いかがでしたでしょうか？今月の締め日。まあ僕個人的にも泣きそうになった月だったし、まあ毎月なんだけど、熱い戦いの日だったと思います。で、まあこれね、この映像はライブ配信の映像を使ってて、ちょっともう時間的にみんな待たせちゃうのもあれだし、あと同じようなことを動画用とライブ配信用で2回喋るのも二度手間だなと思ったので、あの、ライブ配信で、まあ公開収録的な感じで、ライブ配信してる動画をそのまま締め入り用の動画に使わせていただこうと思います。そこはもう本当に手間が増えちゃうので、ご了承くださいということで。じゃあそれでは早速なんですけど、まあ、インタビューみんな見てもらったから、ある程度のね、この時のみんなの気持ちとかは聞いたと思うんですけど、まあ僕の簡単なまとめをやっていこうと思います。
今月は個人的にもいろいろ思うところがあって、それなんでかっていうと、まあ僕のね、去年2022年に打ち立てた年間記録が、グループの歴代記録があって、1億7495万かな。1年間2022年、必死に走り切って立てた記録がありました。で、それをね、その記録を今月、椿が抜くんじゃないかっていう風に関わってた月で、やっぱ自分の記録を抜かれる瞬間、まあ僕はノーランドさんの記録を抜いたわけですけど、記録がね、まあいつか誰かに抜かれるもんだとは思うんですけど、それをね、やっぱこう近い距離で目の当たりにする瞬間っていうのは、まあ結構いろんな思いがあったりして、で椿が先月の段階で1億6000万ぐらいだったんですよね。年間売り上げが上半期終わって。で、今月3600万オーバーになったことで、もうほぼ2億弱ぐらい。1億9600万とか700万とか、そんぐらいの今、今月終わって年間売り上げになってたんですよ。で、そうなると必然的に、僕の記録が抜かされて、で、今、今月終わって、椿が、ローランドグループの、年間売上記録保持者になったっていうことなんですね。でも、椿のね、今日のマイクでも言ったんだけど、本当に良かったなと。去年の10月からこう、もう競い合ってね、椿で言ったら、もう、10月から考えるともう10ヶ月ぐらいずっと走ってて、まあ大変だと思うし、あいつってこう感情をさ、素直に出しすぎるところもあるぐらいの人間だから、今日のなんかね、マイクコメント、なんか普通に超泣きそうになって、椿が泣いてたからってのもあるんだけど、つられて泣きそうになって、本当にお疲れ様というか、あとはもう記録が塗り替えられないってことはイコール新しい芽が育ってないってことでもあるし、グループにとってもそれはね、健全なことだと思っているので、椿がこうやって記録を塗り替えてくれて、まあ今年多分他のキャストもあと何名か僕の記録を塗り替える人は出てくると思うんだけど、とりあえず一番最初にね、去年からずっと、一緒に戦ってくれた椿がそれをね、やってくれたっていうのは、まあ個人的にも、良かったなと思います。あと、超えられて一番最初にまあ素直に思ったことが、僕の役割みたいなのが、まあ一つ終わったかなと。今日このタイミングで。やっぱこうグループで最前線走ってる人間は、一つ僕の年間売り上げがある種の目標だったり、指標だったりしてるキャストがいたと思うんで、今日こう、塗り替えられたことによって、一つの節目だし、役割を一つ終えたかなと思いました。俺がローランドさんの売り上げを超えた時も、社長が、なんか悔しい半分、嬉しい半分って言ってたと思うんですけど、僕は、まあ、悔しいって気持ちはマジで1ミリもなくて、本当なんか役割が終わったなっていう思いと、椿にありがとうと、あとお疲れ様っていう、この3つですかね、率直に思ったのは。で、第2位ですね、ユースさんです。もうユースさんに限って言ったら、プレイヤーの期間が1年間で、終わりにするってもう公言してて、で1年終わった後には自分が今度オーナーになって、まあ、ホストクラブか、飲食店かわかんないけど、その、運営する側にね、上がりたいっていうのは言ってるんですけど、だからそこの目標があるから、うちさんその、プレイヤー以外のね、来年の自分のね、ビジョンに向けていろいろと動き出してるっぽいので、プレイヤー以外のことにちょっと時間を割いているホスト一本で、そこに集中してできなかったことが、今回の敗因なんじゃないかって分析してて、人一倍ストイックな、そうだし、あと、まあ、ユースさんってあんま自分で煽らないから、このシャンパン欲しいとか、逆になんか、姫が気使っちゃうぐらいのあれなんで、俺は、ユースさん今回、まあ、負けたけど、ユースさんが椿に3ヶ月連続勝ってたことによって、チーミーは絶対悔しかったと思うし、でも、その負けが、また、チーミーたちをね、そして姫も一致団結させて、椿を4ヶ月ぶりにナンバーワンに返り咲かせた。だと思うんだよね、俺は。俺も経験あるけど、去年の11月に一回椿に負けた時に、あの負けは強性がある負けだったなと思って。あの負けがあったから、より一層、ロネーズも一致団結して、その次の月にね、6000万っていう売り上げを叩き出せたんだと思うし、だから、ユースさんが椿を強くしたし、まあ俺が去年その11月に椿に負けて、椿に俺を強くさせてもらってる。でも今回の負けで、また、ユースさんももちろんそうだし、これね、黙って、ただで負ける人間ではないと思うから、ユースさん自身ももっと強くなったと思うし、ユースさんを支える姫も、西ファムもさらに火がついた人はね、絶対少なからずいると思うから。なのでまた来月、ここは二人の勝負に期待ということで、椿のバースデー好きを阻止して、ユースさんが V2 取らせないで、速攻奪還したら、それはまためちゃめちゃかっこいいと思うし、まあお互いプライドがあるからね、その戦いを僕もまた
来月、見守りたいと思います。フェンシンマンも本当にね、最近トップ5以内も安定して入るようになってきて、まあでも、ケンシン、その今日ナンバーファイブの時の発表の時の顔を撮ってたんだけど、まあそこまでね、めっちゃやったって感じじゃなくて、まあ自分でもっといけると思ってるがゆえに、多分1位を取るまでは嬉しがらないんだろうなって、もう、そういうレベルなんだろうなって思いました。で、6位ね、ロマネなんですよ。誕生日月にね、だったんだけど、めちゃめちゃ売り上げ上げてて、もうロマネだからこの辺とかね、6位だけど、もうちょっと1000万ぐらいだね、この辺の売り上げって。まあ、マイペースな、人間なんだけど、今月はなんか特に彼にとって本当にいい月になったと思うし、逆に今月のこの感じを経験して、ロマネにとってなんか転換できるような月にね、一つなってくれたらいいなって個人的には思ってて、今月の勢いを落とさないで、来月もロマネと期待してます。で、ナンバー8ですね。なんとオーディション組第2期生、超スーパールーキーの水木颯太くんです。まあ、颯太が8位になったってっていうことが、まあ、結構、今月の指名日でもトップレベルでの出来事だったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、アランがそこまで悩んだのも、後輩でめっちゃ面倒も入れたソータが、結構アランとね、すごい、割と僅差で、数十万差、うん、結構、超僅差だね。めっちゃ僅差で、逆にこのソータの存在が、そういうベテランの先輩とかに対しての脅威になってるっていうか、まあ焦らせる存在の筆頭になってて、ソータっていう存在がいい波風を起こしてくれてる。ナンバーのいつも同じ人が入るんじゃなくて、ナンバー陣もね、こう新陳代謝が起きて、まあ企業と同じでね、競争相手がいないと、どんどん落ちてくるじゃないですか。こんな感じでソータの存在が他の中堅層だったりベテラン層の先輩たちを焦らせる存在になってるのは間違いないので、彼の存在はまあ自分の実力以上に、店全体を考えてもいい存在になってるなって思います。ではそんな感じで新名日のあれは以上になります。ここまで見ていただいた皆さん本当にありがとうございました。で、みんな頑張ってるんで、投げ銭ももちろんそうなんですけど、やっぱお店にね、足を運んで指名をもらえるのが、投げ銭がどっちが上とか下かとかないんだけど、やっぱお店に来るとね、面と向かって、やっぱ顔が見えるって結構大きいと思うので、担当さん押したい人がいたら、インスタの DM とか、ツイッター、お店に電話するより多分直接ね、なんか DM 送ってもらう方が、多分やりやすいと思うので、案内もスムーズにできるし、連絡取ってもらって、押したい方がいたら、みんなね、いついなくなっちゃうかわからないし、売れないとやめちゃうところあるから、本当に応援したいと思う人がいたら、指名しに行ってあげてくれると僕は嬉しいです。いつまでもみんなね、いると思わないで、思った時が行動していただけると、僕としては嬉しいかなと思います。こんな感じで7月度、とても僕としてもね、記憶が抜かれた思い入れのある月になりました。この動画がいいねと思ってくれた人はいいねと、あと、コメント。僕、宛てにでもいいし、この動画宛てでもいいし、推してるホストがいたら、その担当宛てでもいいんで、書いてくれると。多分、その担当も僕も読むので、嬉しいです。で、チャンネル登録まだの方は、登録の方もして、動画待ってくれると、嬉しいです。じゃあ、長くなりましたが、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。